ということで、どうしようもねえんですけど、どうしようもないんですけど、ちょっとやってみたかったことだったんで、お許しください。本当に申し訳ございません。キョキョキョノレ、皆さんこんにちは。英語社長の関谷です。今回はなぜこのような格好をしているかというと、視聴者の方からリクエストがあったんです。僕はこの間ですけれども、英語をどのように覚えてきたのかというような動画を配信してきましたけれども、なんていうんですかね、今までに社長としてやってみたかったけれどできなかったこととか、いろいろそういうのを配信してほしいですという声を上げていただいたので、ちょっと今回はバラエティチェックになってしまいますけれども、僕がですね、現役時代は絶対にできなかったような放送ですとか、そういったことをやっていきたいなと思っております。まず最初に、初めてこの動画を見てくださった、初めて僕のことを知った方っていう方がいるかと思いますので、まず簡単に自己紹介させていただきますと、僕はですね、 JR 東日本で車掌しておりまして、英語アナウンスを取り入れた車掌なんですね。他の YouTube とか見ていただきますと、多分僕のこれ英語アナウンスに関係する動画は多分今現在で300万から400万回ぐらい再生されていると思いますけれども、上野東京ラインですとか湘南新宿ライン、高崎線でですね、英語アナウンスをしていた車掌です。ですね、なんでこのような格好をしているかというとですね、その現役を引退いたしまして、今回今こういうような英語を広める活動ですとか、動画を使ってですね、いろいろと鉄道ファンの方に喜んでいただけるような動画を作成しているわけなんですけども、実際僕はどのような放送をしていたのかということをですね、一回ここで披露させていただきたいと思いますけども、実際のやっていた時のアナウンスは少し変えますけれども、日本語アナウンスと英語アナウンスの順にちょっとやっていきたいなと思っております。ご乗車ありがとうございます。この電車は普通電車上野行きです。ご案内いたします車掌は関台です。先頭車両が1号車、最後部車両が15号車です。お便りも含めまして全車両全区間で禁煙です。携帯電話、スマートフォンお持ちのお客様、周りのお客様へのご迷惑となりますので、通話はおやめください。車掌室は一番後ろ15号車です。何がございましたらお気軽にお問い合わせください。次は埼玉新都心に停車いたします。 All passengers, welcome aboard the local train for UenoThis is Sekidai, your conductor speaking. Car number 1 is the front of train, and car number 15 is the end. Please do not smoke in this train, and refrain from talking on cell phones as for consideration of other passengers. The conductor room located car number 15, the end of this train. If you need anything, please ask me. The next station is Saitama Shintoshin. Thank you. このような形で実際に僕は電車の中で日本語アナウンス、その後に英語アナウンスということで、ご案内していました。で、このような、僕はいつもこのような形でアナウンスしてきたんですけども、今日はですね、ちょっとその現役の時にはできなかったというようなアナウンスをちょっといろいろ何個かちょっと披露していきたいと思いますので、今回バラエティですからね、ちょっと楽しんでいただけたらと思っております。はい、それではですね、僕がチャレンジしたかったことその1です。ですね、もう鉄道のアナウンスといったらこんな声じゃないのかというですね、もう鼻にかかったようなですね、もうよくテレビとかいろんなところで見ると思うんですけども、車掌さんといったらもうこの声だという鼻声の声がありますよね。ちょっとその声でこの普通のアナウンス、またその後に英語アナウンスをやってみたいと思います。僕もなかなかやったことないんですけども、よくその鉄道員の方ってそういう鼻声で話すんでしょうなんていうことをよく聞かれたので、僕も少しだけちょっと練習っていうか、ちょっと意識してやったことがあってですね、実際の電車の中でやったことないですけど、ちょっと陰でね、こそこそっとちょっとやったことがあるので、ちょっと鼻声にしてちょっとチャレンジしてみたいなと思います。ではですね、日本語アナウンス、その後に鼻声をしてですね、英語車掌がもし鼻声のゴリゴリの昔ながらの車掌だったら
ということでやっていきたいと思います。ご乗車ありがとうございます。この電車は普通電車上野行きです。ご案内いたします車掌は関来です。先頭車両は1号車、最後部車両が15号車です。全車両全区間で禁煙です。携帯電話をお持ちのお客様、他のお客様のご迷惑となりますので車内での通話はご遠慮ください。車掌室は一番後ろ15号車です。何かございましたらお気軽にお問い合わせください。次は埼玉新都心です。 All passengers, welcome aboard the local train for Ueno. This is Sekidai, your conductor speaking. Car number 1 is the front of the train and car number 15 is the end. Please do not smoke in this train and refrain from talking on cell phones and for consideration about the passengers. The conductor will be located at car number 15, the end of this train. If you need anything, please ask me. The next station is Saitama Shintoshin. Thank you. ちょっと無理がありましたね。無理がありましたけれども、なんかちょっとこんな感じでですね、もし鼻声でやったとしたら、昔ながらの車掌だとしたらこんな感じになるじゃないかなということでやってみました。ちょっと全然やったことなかったので、ちょっと全然英語の時なんか発音とかできなかったんですけど、まあこんな感じがあったら、もし車掌が昔ながらの鼻声だったらということでした。はい、次はよくダンディーな声を出す方っていると思うんですけども、クリス・ペプラーさんですとか、例えばそういうような方の雰囲気でダンディーな声で英語車掌が英語アナウンスをしたらということでやっていきたいと思います。それではちょっとダンディーな感じですね。今日もですね、ちょっとスーツで久しぶりに、はい、言いたいと思います。ご乗車ありがとうございます。この電車は普通電車上野行きです。ご案内いたします車掌は関来です。先頭車両が1号車、最後部車両が15号車です。全車両全区間で禁煙です。携帯電話、スマートフォンお持ちのお客様、周りのお客様のご迷惑となりますので通話はおやめください。車掌室は一番後ろ15号車です。何かございましたらお気軽にお問い合わせください。次は埼玉新都心に停車いたします。 All passengers, welcome aboard the local train for Ueno. This is Sekidai, your conductor speaking. Car number 1 is the front of the train and car number 15 is the end. Please do not smoke in this train.And refrain from talking on cell phones as for consideration of other passengers. The conductor room located car number 15, the end of this train. If you need anything, please ask me. The next station is Saitama Shintoshin. Thank you. こんな感じに、こんな感じの顔になっちゃいますけども。はい。もし英語車掌関台がダンディーな声でアナウンスをしていたらこんな感じになったのではないでしょうか。クリス・ペプラーさんとかジョン・カビラさんだとか、ちょっとダンディーな感じの声の方っていっぱいいらっしゃいますけれども、そのような方にちょっと大人な雰囲気をですね、大人の男性の雰囲気をこのような電車で醸し出せたらよかったのかななんていうのは思ったりもしましたけれども、はい、僕のやりたかったこともう一つ目でした。はい、次が最後なんですけども、もし福山雅治さんが駅員だったらということでやってみたいことがあります。福山雅治さん、よく芸人さんの方がよく一つ屋根の下のあんちゃんっていうやつで真似してる人もいるかと思うんですけども、いろいろ僕もですね、ちょっとそれをちょっとイメージさせながら、もし福山雅治さんが駅員だったらというバージョンをちょっとやってみたいと思います。あんちゃん、まもなく3番線に常磐線の阿鼻小雪が参ります。阿鼻小雪です。ということで、どうしようもねえんですけど、
どうしようもないんですけど、ちょっとやってみたかったことだったんでお許しください。本当に申し訳ございません。はい、ちょっとこんな感じでですね、ちょっと今回はバラエティチックだったんですけども、まあ本当に固い英語の勉強だけとかじゃなくてですね、ちょっと英語の写真をちょっと和ませながらですね、この楽しいチャンネル作っていけたらいいなと思ってたので、今回ちょっと視聴者の方々からいただいたこのようなちょっともし何々だったらみたいな企画をやってみてほしいということだったので、ちょっと今回やってみたんですけども、まあ僕のイメージというのはですね、別に真面目というかそういうだけじゃないので、いろいろとこうやって皆様と楽しいこのひとときが作れたらいいなと思っておりますので、もしよかったらですね、引き続き真面目な動画も作っておりますので、はい、引き続きご覧いただけたら嬉しいなと思っております。引き続きですけども、チャンネル登録とこのツイッターのフォローをお願いいたします。またこれからも頑張っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。バーイ。